会長院は愛知県半田市、亀崎町一の130にある総当州の寺院。3号は亀礼山。本尊はおくるみ。下四国令状第54番札所。会期は安間の全校取座。会さんは芝岡総大山となお。室町時代中期の文明年間、安間の全校取座によって北浦に海町案として創建された。 早々解散には、東浦の建婚院から芝岡宗大山となが迎えられ、建婚院の末寺となった。戦国時代の大英年間、伊勢国からやってきて亀崎漁師となった稲尾正勝が、海長安を菩提寺とした。江戸時代初期の源の元年頃、稲尾茂政によって現在地に移されて、会長院に解消された。 稲尾重政の遺牌や石灯は現存している。江戸時代後期には後輩したが、鉄中園、伊沢直が最高書籍となっている。1912年には、盲目だった東カスガイ軍、水野村の加藤房が会長院を訪れ、大志蔵の前に来ると突然目が見えるようになったという。平成期まで本堂は寺院には珍しく、かやぶき屋根だったが、1999年には、 本堂が建て替えられて、河原武器屋根となった。下四国霊場第54番札所である。元々の間の龍松院が第54番札所だったが、龍松院は明治維新の廃物希釈の煽りで廃寺となり、続いて第54番札所となった内海の事故時もダメだった。1899年には、会長院に大志蔵が仮安置され、1901年11月に、 正式に安置されて、札所となった。なお、この際には、事故時と大志蔵守護者の野村官房の間で、訴訟沙汰となり、協議の結果として、会長院に仮安置されたという事情がある。ありがとうございます。